皆さんこんにちは。日本語講師のともやです。こちらの動画では私たちがリリース中の eTan というアプリに掲載されている失踪という単語をピックアップして解説したいと思います。まだ eTan をダウンロードしていないという方は概要欄に詳細とリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてください。実装とは新しい機能を追加したり作ったりすることを表した単語で、英語ではインプロメンテーションと訳します。 IT 業界では非常によく使われる単語で、プログラミング自体を実装と呼ぶ場合もあります。ちなみに実装の装という漢字は器具や部品を備え付けるという意味を持っているので、漢字を見れば実装という言葉の意味がイメージできると思います。それではここから eTan に載っている例文について解説していきます。実装の例文は、これは明日から実装しますと読みます。まずこれという言葉ですが、実際にこれがここでは何を指すのかがはっきり分かりません。ただ明日から実装しますと続いているので、この場合ウェブサービスやアプリの新たな機能を指していると想像できます。そのためこの文章では明日から新しい機能を作ることを始めますよということを伝えています。明日からという部分はいつから始めるのかということを表しているので、今日からの場合は今日から、来週からの場合は来週からという形で言い換えましょう。最後の実装しますという部分ですが、実装という単語は名詞です。よって新しい機能を作る、追加するという動詞の形に変えたい場合は実装するという形に変えます。今回は丁寧な言い方になっているので、実装するからしますに変わっています。いかがだったでしょうか？実装という言葉の意味や使い方は分かりましたか？皆さんが働いている会社やチームでは元の意味だけでなく特別な意味を込めて使っている場合もありますので、その時は他の方から意味を補足してもらいましょう。以上、日本語講師ともやによる実装という単語の解説でした。次回も楽しみに。 Helpfulness released Japanese Learning App for IT Engineers. Check About Session for more information. Waiting for your download. Goodbye.